はい、ベーナー TM チャンネルのゆきです。はい、今日なんですけど、今日もテクサラポイントサル和光なりますさんに来ております。はい、ということでスペシャルゲスト呼んでおります。どうぞ。ごめんな、お願いします。やる気の、いやもう、いや大丈夫大丈夫。ごめんな。はい、ひろきです。お願いします。はい、ひろきくん、はい、企画です。お互いにね、はい、お互いにね。いやいや、俺そっちうんこしてある。遅刻じゃない、ギリギリ。そこ出込みでした。はい、ということで今日はひろきにとってはちょっと分かんない、得意か不得意か全然分かんないんだけど、デスマルク1対1やります。はい、得意です。得意ですか。デスマルクちょっとシリーズ化してこようと思って TM でやらせてもらうんで、はい、お願いします。お付き合いください。ということでやりましょう。お願いします。お願いします。じゃあルール説明します。はい、の前にゾットワスが優先です。お願いします。はい、木山さん大丈夫ですか。木山さんすいません。俺たちはボールを保持せずに戦う。そうですね。やめて、そういう。本当に申し訳ないです。これちょっとね、誇張しすぎました。はい、そう、ゾットの気持ちを考えてませんでした。すいません。こんな笑ってるから俺多分全然大丈夫。大丈夫、全然大丈夫。もう嫌じゃん、なんだろう、こう内輪で揉めんの。全然大丈夫。もうネタにしてるだけだから。本当に、そう、やっぱ一緒に盛り上げたいと思ってやってるのに、そこで揉めちゃうとね。本当にやりづらいんで。すいません。ってことで、はい、ルール説明します。はい、まあ見てくれてる方はね、分かると思うんですけど、ゆうせいが今日はパスワーやってくれます。はい、で、3回使ったら痛い。で、ここ全員スリタッチアンダー、3タッチで。はい、プラス今日はここ4秒しか使いません、パスワー。4秒以内に受けなきゃ、もう相手もっていうルールで。あとここから、この円からはなるべく出ないように、この円でやるようにしてください。大丈夫かな。はい、ではやりたいと思います。先行方向で。じゃあルール見なきゃ。こうです。はい、こうでしょう。はい、こうでしょう。高校で。高校みんな高校なんだよ、これ。見たじゃあ先行でいきますか。I'm on the channel. Each, two, five. Okay. Wow. This is hard. This keeper is so hard. Keeper is so hard. Keeper is so hard. Okay. Each, two.3 1 2 3 1 2 3 1 2 3。1 2 3 1 2 3。
あ、そうじゃん。え、やばい。ゆうせ。頼むぞ、ゆうせ。いや、俺も緊張するわ。1、2、3、1、2、3連勝で終了しました。ちょっとこれ手応えなかった。もう一回お願いします。優勢が良ければここからもお願いします。もう一回こっちで5本やろうか。 OK、 いいですか。いやー、3連勝で終了か。いやでもちょっとさ、これ4秒はやっぱむずいわ。ちょっと試合っぽい、試合っぽい。あるはある。4秒は俺初めてだから。いいね。じゃあまた5本右サイドで問題は。1、2、3、1、2、1。いい攻撃でした。1、2、3、1、2、1、2、3、4。ちょっと今4いっちゃったかも。4って出たけど。4で5って決まる。 OK、 じゃあ4点な。どうだった。4って何秒がセーフならセーフ。あ、セーフならセーフ。セーフ、セーフでしょ。セーフだ。次からもうアウトって言ってください。 OK、 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 そっち判断が全然いい。 OK、 うん、ちょっと消えたんだ。
まだあるから言っとる。足が遅かった。そうか。はい、お疲れ様でした。田中の勝利。3連敗で終了ということで、ヒロキの勝利です。いやー、ちょっとね、パスター問題はやっぱね、苦しめられます。嘘、ユース、大丈夫。自信持って。ユースでもね、俺のプレーの方がね、特徴掴んでるからね。でも、本当にすみませんでした。ヒロキが上手かった。足元でのやっぱバーがちょっとびっくりした。なんかさすがセミだった。いやでもめっちゃね、見せどころはそんななかったけど、それはお互いなかったから。最初の5本とかエグかったから、ちょっとまあでも良かったわ。ちょっと楽しかったです。やっぱヒロキのディフェンスの強さをね、体感できたんで、まだまだちょっと田中勇気頑張んなきゃなと思いましたわ。めっちゃ裏取られましたけどね。でもね、ほんとこれね、レオさんとかもさ、コメントしてたけど、ほんとにね、難しいの、パスタ、ね、しかも4秒でさ、ちょっと慌てるじゃん。そうっすね、うん、前の方が多分ちょっと簡単、はい、うん、だから優勢の方が上。あれは、うん、よかった。ありがとうございます。この後、ひろきの方のチャンネルで1対1対決です。またどうせあれやられるんだよ。縦突破やるんで、ちょっとやられないように頑張ります。はい。ドットさんとは仲良くしていきたいと思います。清野さん、本当に今後ともよろしくお願いします。絶対大丈夫。絶対大丈夫。全然大丈夫。いや本当に焼肉連れてほしいわ。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。支配されるなら、己は己で支配しろ。ゴベルナンテスポーツ。